3分でわかるわけねえだろ。活躍しすぎな第19装甲師団解説ハッチマールよ。第19装甲師団は40年11月1日に第19歩兵師団から編成されたんだが、改編に伴って歩兵4個大隊と砲兵2個大隊が爆散、戦車が来たと思ったら戦力が半減するってま。さすがにドイツ軍上層部はまだ正気だったようで、歩兵は後に2個連隊と1個旅団になった。なんか多くね、砲兵は知らん。編成時期も相まって師団の初陣は大祖先、中央軍集団の一部として第18および12装甲師団の食べ残しを拾い食いしていたが、ミンスク周辺で本格的な戦闘を経験、冬までにモスクワ正面まで進出したが外気温はマイナス35度に低下、航空支援も不可能だったため、それ以上の攻撃が不可能となり現有陣地の維持を命じられ、一歩の後退も許されなかった。42年春まで師団はソ連の冬季攻勢を耐え切り、中央軍集団支配地域に侵入したソ連軍部隊の迎撃を繰り返していたが、7月15日時点で師団の保有戦車数は57両、半分が2号とチェコ戦車で残りも単方針の3号と4号であった。これで T-34 とカーベイ1の相手するってマジ。ちなみにクルスク戦時でも2両の2号が現役、さすがに長方針4号もある程度配備されて吐いたが、さて話を戻すと42年末、スターリングラード方面がきな臭くなったので師団は南へ送られ、第3次ハリコフ戦にも部分的に参加。大本命であった北デレ作戦では第 2SS 装甲軍団の右翼を援護、だが攻勢が行き詰まり撤退が始まる。だがソ連戦車隊の猛進に師団は一時包囲され、師団本部が攻撃に遭い師団長が戦死。師団自体はなんとか包囲を脱し撤退に成功するが、東部戦線全体でドイツ軍が不利であったため総撤退を開始。ここでも師団は活躍し、特に12月の地頭ミルにおける戦闘で、装甲敵団兵1個大隊がしんがりとしてソ連軍を4日間足止めし、師団本体が防衛線を構築した後に包囲を突破し友軍と合流した。44年4月、第1装甲軍が包囲された際には包囲外から救援攻撃を行い、20万人の友軍を救い出し、ソ連がバグラチオン作戦を発動させ、中央軍集団を殲滅しワルシャワに迫った際、師団は第 5SS 等4個師団と協力しラジミンで第2戦車群を包囲し、戦車600両をほふり戦線の安定に貢献した。しかしわずか1ヶ月後にソ連軍は攻撃を再開、師団は地対戦闘しながら撤退しブイスワ側に陣取る。45年1月、ソ連軍がブイスワオーデル攻勢を発動、師団は反撃を実施し73両の敵戦車を撃破し攻撃を撃退。しかし同地域に展開していた第6国民敵団兵師団が全滅、第25装甲師団も大損害を負い、ドイツ側は予備戦力を使い果たす。これにより師団は無秩序な撤退を開始、2月に下シレジアでも攻撃を撃退したが戦争の体制は変わらず、師団はチェコで終戦を迎える。一部部隊はアメリカ軍支配地域にたどり着いたが、ソ連軍に引き渡され全兵員がシベリアに送られた。終わり、平定。